スーライン鉄道はアメリカ合衆国に存在する一級鉄道である。報告記号はそう。カナダ太平洋鉄道の子会社である。スーラインコーポレーションの参加にある。そうはミネアポリスセントポールスーセントマリー鉄道から名称を承継しているが、そうは1961年に旧ソート CP の他の子会社を統合して発足したものである。他の子会社とは ダルースサウス、ショアアトランティック鉄道とウィスコンシンセントラル、鉄道である。後に、1982年にミネアポリス・ノースフィールドサザン鉄道を、1985年には倒産したシカゴ・ミルウォーキー・セントポールパシフィック鉄道を買収。一方、1987年には路線の大部分をウィスコンシンセントラルに譲渡した。そう。 デラウェアハドソン鉄道、ダコタミネソタイースタン鉄道などの CP の子会社は CP の名のもとに運営されており、車両の塗装も CP のスキームに変更されつつある。しかし、陸上交通委員会は CP の子会社すべてを総グループとして扱っている。総の幹線はカナダアメリカ国境のノースダコタ州ポータルから南東に向かい急走だった路線で、 ミネソタ州の双子都市を経て、旧ミルホアの路線で、ミルウォーキーを通り、イリノイ州シカゴへと向かう。シカゴ・ミシガン州デトロイト間では、ノーフォークサザン鉄道に、線路使用権を得て、列車を運行しており、また CSX トランスポーテーションの路線では、列車権引権を付与して、列車を運行している。アメリカとカナダの国境越えは、CP が所有する。 ミシガンセントラル鉄道トンネルによる。このトンネルは国境となっているデトロイト川をくぐるもので、デトロイトとカナダのオンタリオ州ウィンザーとを接続している。支線としてアメリカカナダ国境のミネソタ州のイエスからドーグレンウッドまでの路線やシカゴからケンタッキー州ルイビルまでの路線があった。後者は2006年にインディアナ鉄道に売却された。双子都市からダルースまでは、 BNSF 鉄道において線路使用権を持っている。現在の層の源流は1949年10月19日に設立されたダルースサウスショアアトランティック鉄道である。これはダルースサウスショアアトランティック鉄道を再編してできたもので、これと子会社のミネラルレンジ鉄道が元となっている。CP が1961年1月1日を もって子会社を再編した折、これらの鉄道会社を、旧、ソートウィスコンシンセントラル鉄道に統合し、現在のスーライン鉄道という名称とした。申請、ソーは1982年、双子都市周辺の短距離鉄道である、ミネアポリスノースフィールドサザン鉄道の経営権を得た。旅客輸送は1961年の統合時に、ほぼ全廃されたが、 いくつかの列車が残った。1984年、CP は持ち株会社としてスーラインコーポレーションをミネソタ州に設立。12月には、総の株式を譲渡し、経営権を委ねた。2ヶ月後の1985年2月19日、総は倒産したミルウォーキー鉄道を買収。新たに設立した子会社、ザ・ミルウォーキーロードインクとした。 この会社と MN&S は合理化のため1986年1月1日に総に統合した。1986年2月10日、重要度の低い路線を合理化して運営するために、レイクステーツトランスポーテーションディビジョンを設立した。その中には、シカゴと双子と市とを結ぶ WC 由来の路線もあった。従業員との合意ができなかったため、 翌1987年、層は、総延長1800マイルの LSTD の路線を、新たな地域鉄道である、ウィスコンシンセントラルに譲渡した。その価格は1億3300万ドルであった。1990年、CP はそれまで、スーラインコーポレーションの株式の56%を、保有していたが、株を買い進めて、これを完全に支配下に置いた。ありがとうございます。